ブリジラス展開資産、ハルモチルクです。本日はですね、昨シーズン結果を残した構築を紹介していきたいと思います。今回紹介する構築なんですけど、昨シーズン最終111位、レート2108を達成したブリジラス展開のスタン構築を紹介していきたいと思います。この構築の強さなんですけど、ブリジラスのステルスロックで相手の構築を削って、ラストね、イヴァン・イダイトで締めていくということで、この構築めちゃくちゃ強かったので、その強さを何戦か実況してきました。ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがイエスさん、鉄の頭、ブリジラス、オーニューラ、オーガポン、パオジアント。どうしますかね。さあ、なんか S14 のなんか最終14位ぐらいのやつじゃないっけ。あ、でもちょっと違うか、ちょっと違うな。クマブリイダイトとかにしようかな。そうだね、これでいきますか。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発パオジアン。なるほど、 あんまいい対面でもないな。うん、どうしよっかな。テラス切っちゃいますか。そうだね、テラス切ってブラッドムーンでいきましょう。さあ、ここは初手テラス切っていきましょう。まあちょっとね、ツララひるむとめんどくさいから迷ったんだけど、まあ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 、いいでしょう。さあ、ここはドクテラス。パオジアンさえ落としちゃえば、割と裏に対してはイダイトプラスブリジラスが通せると思うんで、相手はツララ落とし、オッケーオッケー、よし、動くの偉いよ。さあ、ここはブラッドムーン、オッケー、相手助けですね。さあ、ちょっとここでむずいのが、食べの、じゃあ、月ピカ打つかどうかやな、ここ。まあ、第一でもいいけどね。まあ、裏なんか、イエスさんプラス、イエスさんプラスアルファの可能性が一定数あるから、第一で突破しに行こうかな。不意打ち、オッケー。進化読みですね、ここは。まあ、じゃあ、月ピカしたかったけど、まあ、これはオッケーオッケー。これは最低限考えたので。まあ、これはいいでしょう。まあ、ちょっとね、ツララ落とし打たれることも考えたら、まあ、ちょっとスキピカもね、リスクもあったんで、ここはいいでしょう。早めに突破しちゃって。さあ、裏から来るのは、イエスさん。オッケーオッケー。裏イエスさんプラス、まあ、どっちかっぽいっすね。そうだな。ここはまあ、とりあえず、スキピカからでいいかな。ワイドホース。これ、裏、オーニューラでも、裏がオーニューラでも、ブリジラスだとしても、どっちにしろあんまり、そうね、どっちにしろあんまりガチグマの役割ないんで、ここは切っちゃっていいはず。ここはブリジラス出していきます。ブリ出して、ここはボディプレン出していきましょう。相手はシャドーボール。面白い技持ってるな。あ、でも、OK、勝った。硬すぎない、ちょっと。さあ、ボディプレス。OK、OK。ラス1、オーニューラは相当勝てそうだけどな。まあ、ちょっと、アンコール。なるほど。ラス1誰なんだろう。さすがになんか、鉄の頭かオーニューラかなと思ってるんだけど。どっちにしろボディープレス結構入りそうだよな。まあ、瞑想積んでワイドフォースとか、まあ、剣舞積んでアクロバットで突破してくる感じでしょうか。まあ、相手のラストはオーニューラ、オッケー。最高シード。まあ、そうね。まあ、ここは突破されたんですけど、突破させられたんですけど、ちょっと起点にはなりそうなんですけど、まあ、イダイトがイバンでストッパーになって、まあ、ちょっと身代わり合わされない限りは勝ちかな。多分飛行テラスだと思ってるんだけど、え、ゴーストとかある？あ、ゴッテラだ。あ、それやばいかも。あ、でもやばくもねえか。やばくもねえな。大丈夫だ。身代わりさえなかったら勝ちだな、これ。オッケーオッケー。え、まあいい。構わない。うん、助けってことも多分ないと思うから、身代わりさえなかったら勝ちだな。ゴッテラの時点、ここ身代わり積んでこない時点で、さすがにね、タスキじゃないと、タスキじゃないと身代わりないと思うんだよな。で、ゴーストテラスのやつって大体、まあ、フェイタルインファイト、フェイタルインファイト、シャドウクロー剣舞のやつだと思うから、大丈夫じゃないかな。インファイト。持ち物はサイコシードだったから、もうちょっとタスキ警戒してた気がするけど、全然サイコシードですね。まあ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 、ここはブリジラス突破されますが、これはラストイダイトで締められるはず。これはイバンこらえるイバンこらえるイダイトが偉いな。イダイト。じゃ、ここはこらえる押していきましょう。こらえて、シャドウクローで突破しに来られますが、まあ、ここはしっかりとこらえるで耐えて、次のターンはイバンを発動できると。で、イバンお墓参りでおそらく勝ちでしょう。さあ、むしゃむしゃむしゃと。お墓参りで、オーニューラ突破しきって、勝ちと、ナイス。いいね。まあ、イバンはね、先制技ってわけじゃないんで、サイコシードからもしっかり攻撃が通ると。素晴らしい。
よかったよかった。まあ、しっかりね、この初手勝ち組まで一匹持ってって、まあ、ブリジラスで切り返してラストイダイトで締めていくと。よかったよかった。イダイト強かったね。対戦ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがイルカマン、ニョロトノ、アメッパ、あ、ブリジラスもいるからアメッパっぽいですね。で、サーフ後海流、羽ばたく神とどうしますかね。アメブリジラス、いや、どうしよっかな。普通にだるいな。まあ、ブリジラスから入って、じゃあ、王か。イダイトラストに欲しくて。いやー、まあ、多分、直帰とかだよな、相手のブリジラス。いや、どうしよっかな。アイリューにしようかな。まあ、この3枚か。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、ブリジュラス。おー、ブリから来るんだ。あ、まあ、それはそれでいいや。じゃあ、まあ、ここは一旦ステルスロック巻いちゃいましょうか。相手はステロー。相手はというか、相手もステロー。はいはいはい。ここはステルスロック。まあ、突破しに行っちゃった方がいいかな。そうだね。ここはボディープレスで。あ、上取っていい。上取ってんのはまずいかも。こういうタイプね。吠える。ドラゴンテール。かわした。吠えます。上取ってると神。はい、神。バイバーイ。ちょっとずるいけど、ちょっとずるいけど、ナイス。ドラテかわし、偉いな。さあ、裏から出てくるのは海流。オッケーオッケー。これはいい対面ですね。さあ、ステロの削り入る。まあ、じゃあここはちょっとボディプレンダーしちゃいましょうか。相手の型次第ですけど。吠えりでもよかったかな。包帯の角が一定数あると思うんだよな。オッケーオッケー、自信。さあ、これはしっかりブリジラスの交代球で耐えて、さらに持久力で B 上げていく。さあ、お盆むしゃむしゃ食べて、ここはボディプレ削り入れていきましょう。多分、スケショ海流とかじゃないかな。あ、でも、ちょっと硬いか、これ。ちょっと硬いかもな。エアテラ切るか。あ、裏テラス。あ、まあ、でも、海流に鋼テラス残してもいいな、全然。このままボディプレイ行くか。引っ込める、誰でしょうか。アバカミ？あー、サーフ号か。はい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 、はい、まあ。確かにではある。いや、ここどうしますかね。まあ、海流投げますか。で、まあ、ラスト偉大刀で締められたらいいんじゃないかな。ここは海流。で、まあ、自信打って、で、いいんじゃないでしょうか。相手はシャドウボール、メガネじゃないと嬉しいですが。もうわかんないな。これスカーフだと上取られるのか。それはそれでだるいな。相手引っ込める、海流ですかね。あ、ブリジュラス、オッケーオッケー、でかいな、それ。よしよし、ここは自信で削り入るの偉くて。さすがに落とせないかな。相手も同じ型だとね。さあ、自信。多分同じ型っぽいから。あ、そうだよね、落とせない。相手もお盆ですかね。お盆。いや、次の地震で落としきれたらめちゃくちゃ大きいんだけどな。ここは地震連打していきましょう。落とせないかな。ギリ落とせそうな気もするんだけど。まあ、ここは交代してもどっちにしろ、なんだっけ、ステロ圏内なんで、ここはこのまま海流で居座っちゃいます。よしよしよし。これ、ブリチェラス突破したら割とイダイトを通せると思うんで、まあ、結構いい流れじゃないかな。さあ、裏から来るのは海流。ステロの削り入る。あがね、テラ切っちゃおっかな。イダイトにテラス切ること、あんまりなさそうではあるよな。そうだね。ここ、鋼テラ切って、まあ、神速耐えたら嬉しいな、みたいな。鋼テラ、アイアンヘッドでいいかな。相手はテラスを切って、あ、これ同速以上ですね。これ相手も鋼テラスマジ？ちょっと困るな。鋼テラスか。あー、じゃあスケショ打たないとダメだったかな。いや、でもしょうがないな、これは。相手もアイヘ打ってんじゃないこれ。相手もアイヘ打ってないか、これ。もしかしてだけど。オッケー、まあ、でも、海流でテラス切ってくれるなら多分勝てるんじゃないかな。どうだろう。鋼テラス。一応、イダイトの一環は結構できてそうですね。うん。OK、上取ってる？ちょ、ワンチャン落ちない。ほい！あー、ギリ無理！ひるめ！ほい！あ、スケショー、偉いね。いや、ちょ、スケショーだったか。まあ、そうね、鋼テラス、そうね、相手もは切れるか。まあ、しょうがない、しょうがない。じゃあ、いや、まあ、でもこのままでいいな。あー、いや、ちょっと待てよ。あ、いや、偉大刀から入っていいな、これ。偉大刀から入って、悪事で海流突破して、その際悪事打たんでもいいな。そうだね、多分海流のスケショぐらい耐えるから、AB 偉大刀なんで今回。一応ダメ系だけ回して、スケショ耐えるんだったら、耐えないわけないと思ってるけどな。オッケーオッケー、余裕で耐えるんで、じゃあここはお墓参り打っていきましょう。オッケーオッケー、そう、ここの負け筋ってサーフゴーバックだけだから、相手が悪事読みのサーフゴーバックからの、もう一回海流の、神速とかで、
あ、違う違う、カイリュウの技でまあ倒されるみたいな。リバンをサーフ後対面で消費させられるのだけが負け筋だったから、まあ、ここはこれでいいはず。うん、いいですね。ちゃんと詰め筋考えられたのもよかった。だから偉大と偉いな、このなんか、ブリジラスのステロ絡みで、まあ、相手のパーティー、まあ、削っていって、ラストね、この偉大刀で締めるって流れ。だってこれステロ圏内だから、あんまそのケアいらなかったのかな。あ、そうだね。うん。まあでもこのステロプラスやっぱ偉大刀めちゃくちゃ強いですね。いや、素晴らしい。ブリジラスが、やっぱ環境にね、通りいいし、ここプラスエースの偉大刀。いや、いい並びですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このブリジラスの強さを見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱりこのブリジラスのステルスロックですとか、まあ、持久力ボディープレスでね、相手を削っていって、相手のポケモンをね、このしっかり偉大刀圏内に入れてあげる動き、非常にね、強力だったんじゃないかなと思います。で、さらにね、今回はちょっと選出しなかったんですけど、このガチグマと組み合わせることによって、まあ、ステルアクビループに入れていけたり、で、こちらもね、ステルスロックと相性のいい虹テラスエナジー神。いや、結構ね、この構築全体でね、ブリジラスのステロを軸に、まあ、しっかりね、神とか偉大刀で上から殴って相手を処理していくっていう動き、非常にね強力じゃないかなと感じました。いや本当にねこの構築めちゃくちゃ強かったので、ぜひね使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんか詳しいことはね概要欄に元のね構築記事を載せておきますので、ぜひねそちらの方もチェックしてみていただけたらなと思います。まあ、基本的にはねブリジラスを選出していって、あと2匹はね通りのいい2体を選出していく形になっていると思います。いや本当にねスタン構築かつねどちらかというと対面寄りの構築なので、まあ、非常にね使いやすくて強かったので、ぜひねチャンネル登録高評価した上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね終盤のランクマッチですとか公開収録の方メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。